世界献血者デイは、世界保健デイや世界結核デイ、世界免疫習慣、世界マラリアデイ、世界禁煙デイ、世界肝炎デイ、世界エイズデイとともに、世界保健機関により執行される公的なグローバル、ヘルス運動8つの国際デイ内の一つである。毎年6月14日に、世界中の国々で行われている。2004年に始まった、この行事は、 安全な血液や血液製剤のための需要の認識を高め自発的な血液の救命的な提供を献血者に感謝することにある。献血の様々な段階の献血者の腕。左の2枚の写真は止血体として使われる血圧計を示している。輸血と血液製剤は毎年何百万もの命を救う手助けをしている。 生命の脅威にさらされている患者が長く高いクオリティオブライフと共に生きられるようにし支援は医療処置や月下手術の複合体である母性と周産期ケアにおける極めて重要な生命維持の役割もある安全で十分な血液と血液製剤の確保は分娩中や出生後の深刻な出血による死亡率や障害を減らす手助けができる 多くの国で安全な血液が十分供給されておらず、品質と安全も守る一方で、血液事業は重要な血液を得る難題に直面している。十分な供給は、有志の報酬のない献血者による日常的な献血を通じて確実なものにできるに過ぎない。風雨の目標は、すべての国が2020年までに、 有志の無報酬の献血者からの血液提供で全てを賄うことである。2014年73カ国が依然家族や有償の献血者に大きく依存している状況の中で60カ国は99から100%の有志で無報酬の献血者を基本とした全国的な血液供給を行っている。世界献血者デイは AB o 式血液型の発見で ノーベル生理学・医学賞を受賞した科学者、カール・ラント・シュタイナーの誕生日である6月14日に、世界の多くの国々で毎年行われている。世界献血者デーを行うことは、彼の誕生日を記念するのと同時に、国家レベルや地球レベルで行うために、すべての献血者に意外な機会をもたらしている。2016年の世界献血者デーのテーマは、 ブラッドコネクツアスオールである。これは献血者に感謝するとともに、献血者と受け血者が血液を分かち合い、繋がっているということを表現している。さらに、シェアライフ、ギブブラッドというスローガンを掲げ、献血は人々の思いやりの心や団結力を強くできるということに注目している。献血を通じて、毎日生命を救う献血者への感謝を重視し、 サンキュー y o ー for s a v イ n g という標語とともに自発的で日常的に献血する世界中の多くの人々を奮起させている。この年の運動は生命が献血を通じて救われている人々の物語に注意を払っている。活動には印象的な行事や会合、メディアにおける適切な物語の発行、科学的な会議、定期的な全国史や地元史、 国際的な科学観光物における記事の発行、この年の世界献血デーの主題の手助けをすることになる、その他の活動がある。2015年世界献血デーの中心国は、上海や上海血液センター、世界保健機関共同輸血センターの血液センターを通じた中国である。2014年世界献血者デーの焦点は、セーフブラッドフォーセービングマザーズであった。 この運動の目標は、なぜ安全な血液二磁気を得たアクセスをするかという認識を増進することにあり、血液製品は母親の死亡を防ぐ総合的なアプローチの一環として、あらゆる国にとって必須のものである。世界保健機関によると800人の女性が毎日、妊娠や出産関連の合併症により死亡している。深刻な出血により、 アフリカでは34%の母親が、アジアでは31%が、ラテンアメリカやカリブ海では21%が死亡している。2014年世界献血者デーの中心国はスリランカであった。国家輸血事業を通じてスリランカは安全で十分な血液と血液製品へのアクセスを増大する有志による無償の献血を推奨している。 2013年世界献血者デーの焦点は、生命を保つ贈り物としての献血であった。風は、献血を続ける、通常の献血者や献血を始める献血をしたことの、ない健康な人、特に若い人を刺激する方法として生命が、献血を通じて維持される人の物語を、強調するようすべての国に進めている。2013年世界献血者デーの中心国は、 フランスであった。国家的血液事業を通じてフランスは1950年代から有志による無報酬の献血を推奨している。2012年の運動はいかなる人も献血により英雄になれるという考えに焦点を当てた。血液はいまだに人為的に作ることができないために有志による献血は未だに世界規模の健康問題にとって 必須の問題になっている。多くの匿名の献血者が自身の献血を通じて毎日生命を維持している。ありがとうございます。